はい、新城ラリー2017、デイ1が終わりました。我々の順位は今のところクラス7位ということで、デイ1を、まあ、無事に、最後まで走り切ることができました。まあ、特に車の方もトラブルもなく、タイヤとかパンクもなく、順調に走れてるんですけども、まあ、思ってたよりも、まあ、かなり一生懸命走ってるんですけども、まあ、タイムがなかなかこう伸びないというか、上位に絡むことができてない状況なんですけども、まだ明日あの長篠下荒ヶ原という10キロの長い SS も2本残ってるんで、まあ、結構そこでタイム差も結構つきますから、あのそこで頑張って走って上位にもっと食い込めるように引き続き最後まで走ってしっかりと今シーズンを締めくくりたいと思います。はい、以上です。